こんにちは。今日から始める安心着物、着物楽安児玉です。今日は先日ちょっとお客様からご注文いただきましたもので、お振り袖を、ちょっと洗い張りをして、サイズを、お孫さんにお直しするのにあたって、長襦袢を新しく作りたいということで、でそちらのお客様が通常の、訪問着とかに使う 13.5 メートルという、サイズの、お襦袢をお持ちでしたので、振りの内側、ね、袖はこう無双になって二重になってますので、振りの内側の部分だけ、ちょっと別生地で、染めまして、振り袖用の、袖丈の長い長襦袢になるようなものを作りましたんで、そちらのものが出来上がってまいりましたので、せっかくだったら、皆様にもお伝えしたいというふうに思いまして、本日は動画を撮らさせていただいております。で、出来上がってきましたものがこちらで、ちょっと今、広げさせていただきたいと思うんですけども、こんな感じですね。まあ、こんな感じで、ピンク地の、お襦袢の、生地を持っていらっしゃったんですね。なのでこのお持ちいただいた襦袢も、ちょっとスワトー風にこういうドローンワークをした、ドローンワークといって穴の開いた刺繍ですね、こんな感じのものをした、素敵な、お襦袢なんですけど、これの、こちらの振りの中側をこんな感じの薄いオレンジに、まあ、これは色見本から、見ていただいて、で、お選びいただいたんですけれども、なので外側はこんな感じで、振り打ちは中側はこうしたオレンジ色ですねになる色を、選ばれて、で押し立てをさせていただきました。ですので、今お話したように通常の、長襦袢の 13.5 メートルっていうものがあれば、それを全部外側に、持ってくれば、振り打ちを別の生地をご用意すれば、こうして振り袖用の襦袢ができるんですね。で襟は、こうした感じの刺繍の半襟を選ばれてお付けしたんですけど、ですので、逆もしんなりで、振り袖用の襦袢っていうのは、振り袖用でお使い終わったら、袖をね、こう切ってしまうんじゃなくて、袖を作り直せば、無双といって中側が、同じ生地で二重のものの、襦袢が作れるんですね。
でもう一度ちょっと画像を動かします。ですので、着物との寸法っていうのは非常によく考えられていて、基本的に後々、ちゃんと次の、ものに直るように。ですから袖の内側の、長襦袢っていうのは解くと分かるんですけど、袖の内側が、2枚でできてるんですけど、別々の生地2枚じゃなくて1枚の長い、ものを、二重になるように、いわゆる、裾引きと同じですね、留め袖とか訪問着の正式のものは、八掛けっていうのが後付けではなくて、引き返しといって表地からこう裏側にこうぐるっと回ってる、まあ、そういうような、作りをしてるんですね。ですので、着物というのは本当にこうよく考えられていて、割とその辺のこう寸法っていうのはいろいろ見ていくと分かるんですけど、特に女性物の場合なんかは、そうですね、羽織とかの、肩滑り、それから、まあ、通常のコート、まあ、あんまり長丈ではなくて通常のコートの、裏地と、今お話した八掛けにあたる部分の、長さっていうのは基本的に同じなんですね。ですので基本的にこうやりくりをすれば、別の、仕立てをした時の、別の部分のパーツに直るというのが着物の、特徴で、まあ、その辺を非常にこうよく考えられて、作られているので、例えば古い着物を解いて洗い張りをした時にもうこれは派手だから捨てちゃってっていうのではなくて、別のものに、作り変える時に、そうしたものをお使いいただくとか、あとは着物の特性である、染め替えといって、色をこうね変えることができるんですね。でそれも、2つあって、色抜きって言って一回白く、酵素なんかで白く色を抜いてで、染め直す方法と色掛けといってもともと色が、染まっている上に、もう一回、違う色を乗せ替える。で例えば濃い色なんかは逆に色抜きをして染め直すよりも色掛けをした方が色がこう何重にも重なるのでこっくりするという効果もあって、非常にこういい色が出るというのもあります。なのでそういう、染め替えることもできますし、着物というのは本当にこう、まあ地球に優しい、もので、何もこう本当にこう全てを、一からまた作り直すんではなくて、作ることができる、天然素材なので、まあ、そうしたものをこううまく活用していただいてで、ね、新しいお着物を作っていただければというふうに思います。で、うちでは、まあ、そうした感じで古い例えばお母様とかお父様それからおばあちゃま おじいちゃんの、お着物をお持ちいただければ、なんなりとこうね、直す方法っていうのを、お客様の方に、お伝えさせていただいて古いものでも、十分お使いいただける。で逆に古いというよりは昔でなければ、まあ、そうした織り方とか染め方がもうできなくなってしまっているものもあるので、古いものだからって、捨ててしまうんではなくて、大事にして、長く何代にもわたって、本当に、100年、ね、50年100年、200年というふうに使っていただければというふうに思いまして、まあ、そうしたお話もさせていただいてますので、
まあうちのお店は本当にこう新しいものを買いに来るだけではなくて、もう本当着物のことでちょっと困ったら、ご相談していただけるような、まあ、そういう、お店でありたいなというふうに思いまして、商売をさせていただいてます。ですので、何か、着物のことでお困りのことがあれば、まあ、ネットなんかを見ていただいて、着物楽庵のホームページから、メールをいただいたりとか、しても結構ですし、直接お電話をしていただいたりとかで、まあ、いずれにしてもいずれは、着物をちゃんと見せていただかなきゃいけないんですけれども、まあ、お近くの方だったらお持ちいただいて、お越しいただければ、まあ、いろいろこう実際に記事を見させていただいて、ご相談いただければ、まあ、いろいろアドバイスをさせていただけますので、そうしたことも、今後とも引き続きやっていければというふうに思いまして、本日は動画を撮らさせていただきました。ということで本日は、通常の、訪問着なんかに使う 13.5 メートルの襦袢を使って振り打ちの内側の、生地を、染めて別生地をつけることによって振り袖用の、縄襦袢にするということについてお話をさせていただきました。ということで本日も以上、ありがとうございました。